皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。今回は、以前紹介したウルトラマンガイアのリメイクだぜ。今回の紹介でよりガイアに詳しくなれるのね。そうだな。いろいろな携帯の紹介もするから、楽しめると思うぜ。それはワクワクするわね。早く教えてほしいわ。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。ウルトラマンガイアは、1998年から1999年まで、TBS 系列で毎週土曜日18時から、18時半に前後11話が放送されたウルトラマンなんだ。まだ2000年にもなっていなかったのね。そんな気はしなかったわ。確かにな。当時は世紀末で、ノストラダムスの大予言とか、いろいろ盛り上がった時代なんだぜ。ノストラダムスとかは作品に影響を与えてそうね。そしてこの作品は、ウルトラマンティガやウルトラマンダイナに続く、平成ウルトラマンシリーズ第3作目だな。TDG シリーズの最終作ね。ガイアの名の通り地球をテーマとした作品で、その根底では環境問題や生命倫理などを扱っているんだ。これまでとはガラリと変わっているってこと？まあ、ウルトラマンの本質は力の象徴である光であり、それを行使する人でもあるというテーマは前作から継承されているぜ。ただ、今作のウルトラ戦士は完全なる地球さん、つまり自然の概念から生み出されたウルトラ戦士なんだよ。え？宇宙から助けに来てくれたわけじゃないのね。ああ、さらに、ライバルのウルトラ戦士であるウルトラマンアグルが登場するのも特徴的だな。これまでにも悪のウルトラマンや偽のウルトラマンは登場していたが、別のウルトラ戦士がレギュラーで登場した上にライバルとして立ちはだかる展開は初めてなんだ。新たな試みも取り入れられているのね。新たな試みというところで言うと、防衛チーム側の設定も、一つの組織にそれぞれのエキスパートチームが存在していて、状況に応じて出動するチームが切り替わるという新しい試みがなされているな。毎週飽きない工夫がされているわけね。そして、なんといっても珍しいのは、今作はこれまでのウルトラシリーズとは全く異なる世界観で、完全に独立しているんだよ。あ、てっきりダイナとかティガと同じ世界観かと思っていたわ。だろ？ M78 星雲のウルトラ兄弟たちと関係がないのは前作、前々作のダイナ、ティガと同じではあるものの、その2作ともまた違う世界の話なんだ。そうしてウルトラシリーズで初めて、過去作要素皆無の作品を実現し、これまでの作品から一変、完全に独立しているわけだな。これはウルトラシリーズでは珍しいわよね。そうだな。この流れはネクサスまで続くことになるが、過去作が皆無の作品はテレビシリーズに限定しても、本作からネクサスまでの3作品しか存在しないんだ。初見の人は入りやすいと思うし、なかなか面白い試みだと思うわ。次はあらすじの紹介だぜ。よろしく頼むわ。科学が発展していく近未来、富士宮博也の工業子コンピュータークリシスは、地球に破滅をもたらす根源的破滅将来体の襲来を予測したんだ。とんでもない奴らが地球を襲うってことね。そして、それを機に世界中の若き天才科学者が集められた科学者集団アルケミースターズが結成されたんだぜ。世界で団結して地球を守るのね。そのアルケミースターズの一人であり、城南大学の学生でもある高山ガムは、大学の粒子加速実験の最中、粒子とシンクロした意識の中で地球の意志、つまりウルトラマンガイアと出会うんだぜ。地球さんのガイアとどうやって出会うのかと思ったら、粒子とシンクロだなんて。そしてコップが姿を現した時、地球を守りたいと叫ぶガムは時空間でガイアと一体化し、彼は地球を守るためにシブに入隊し、仲間やライバルと共に根源的破滅将来体と戦うこととなるんだ。とっても面白そうな作品だわ。それじゃあここからは、もっと詳しい解説に入っていくぜ。待ってました。まずは変身者の高山ガムだな。彼は他人と争うことを嫌う純粋な心の持ち主で、優しく温和な性格であるが、平和を乱して人々を苦しめる存在には憤慨し、完全と立ち向かう正義感を持っているんだ。いざという時にはやれるタイプの人ね。そうだな。ガイアへの変身中は、本当にガムが変身しているのか疑うほどパワフルに戦うしな。ふむふむ。他のメンバーとはどんな関係性なの？入隊当初は他のメンバーとの衝突が見られたが、分析の的確さや性格の素直さ、柔軟さなどから次第に周囲から厚い信頼を置かれるようになり、シグファイター EX で自発的に出撃し、シグの頭脳として現場での実質的な作戦指揮やバックアップまでこなすようになるんだ。メキメキと力をつけているのね。だが、運動はあまり得意ではなく、
当初はガイアに変身しても思い通りに戦うことができず悔しがるシーンや、ガイアとして強くなるために自身の肉体を鍛えようとする場面もあったんだ。純粋な科学者だったガムがいきなり戦うのは大変だと思うわ。仕方ないわよ。後にチームハーキュリーズの面々に強制的に鍛えられてからは、その甲斐あって等身大の敵との格闘戦も積極的にこなせるようになったんだ。主人公も成長しているのね。そして、彼がガイアに変身するときに使うのがエスプレンダーだ。来たわね、変身アイテム。これはガムが自作したアイテムで、第2話でのコップ撃破後に出現したガイアの光を、ガムがたまたま持っていた光電子管に入れて持ち帰り、第3話でガムが開発した装置の中にその光を収めたことで完成したんだ。つまり、エスプレンダー自体は単なる入れ物ってこと？そうだな。本体となるのは中に収められている光の方だぜ。ちなみにエスプレンダーはウルトラシリーズとしては初の、地球で人工的に作られた変身アイテムなんだ。これもガイアという作品の得意さがゆえのアイテムよね。そうだな。また、ウルトラマンティガのスパークレンスや、ウルトラマンダイナのリーフラッシャーのような展開ギミックがないことから変身にあまり派手さがないと感じていたようで、中盤から名前を叫ぶようになったのはそれをカバーするためらしいぜ。ちびっこが真似したくなるようなかっこよさも大切だからね。そしてついにウルトラマンガイアの紹介に入るぜ。初期形態は公式から便宜上バージョン1と呼ばれていて、赤いボディが特徴的だな。バージョンじゃなくてバージョンなのよね。そうだぜ。ガムの守り隊という強い意志によって地球の大地より授けられた赤い光で変身する。大地由来の赤い光の巨人なんだぜ。力強さを感じるわ。この初期形態は、第1話光をつかめから、第26話決着の日まで活躍したんだぜ。物語の前半部はこの姿で戦い続けたのね。そして、さっきも触れたが、ガイアはこれまでの人知を超えた力を持つ異星人であるウルトラ戦士と違い、地球の化身として扱われているんだ。そうだったわね。それによる違いとかあるの？実はあるんだよ。地球3ということで、ウルトラ戦士の弱点である3分間しか戦えないという設定が存在せず、体力の続く限りは無限に活動できるんだぜ。え？すごいじゃない。でも、だったらカラータイマーがついてる意味なくない？これはライフゲージといってな、その名の通り彼の体力を示しているんだぜ。つまり、ダメージを受けると赤くなるのは同じなのね。そうだぜ。そして必殺技は、腕を L 字に組んで発射する赤色の高熱光線クアンタムストリームの他に、額に両腕を当ててエネルギーを貯めながら鏡、立ち上がりつつ額から鞭のようにしならせながら光の歯を放つフォトンエッジというのもあるんだ。後者は随分珍しい技よね。そうだな。しかも光線ではないんだが、命中した敵は切り刻まれるエフェクトこそ出るもののなぜか切れたり貫かれたりせずに爆発するんだ。機体から放つっていうのも珍しすぎるわね。機体に何かあるわけでもないのに。ガイアに登場する必殺技は型破りなものが多いけど、フォトンエッジはその代表格と言えるぜ。また、名付けたのは変身者であるガム自身であり、ウルトラ戦士の必殺技の名前が人によって付けられるのは、なんと初代ウルトラマンのスペシウム光線以来なんだ。素晴らしいネーミングセンスだわ。ちなみにバージョン1のスーツは、第27話、新たなる戦い、バージョンアップファイト、に登場した、偽ウルトラマンガイアに流用されたんだぜ。バージョン1はここで仕事を終えたのね。次にガイアのタイプチェンジについて紹介しておくぜ。タイプチェンジって、基本的に他に特化した能力を持つ形態に変わることよね。そうだな。だがガイアの場合は状況に応じて能力を変える使い分けとは異なり、能力そのものを上げるいわゆる強化型になっているんだよ。一部の能力に偏ることがないってこと？とっても強いじゃない。ということで次に紹介するのはウルトラマンガイアバージョン2だ。第26話決着の日で登場した。富士宮ヒロヤから託されたアブルの青い光の力を得てガイアがパワーアップした姿だな。もう一人のウルトラ戦士の力でパワーアップしたのね。ああ、中盤以降のガイアの基本スタイルとなるバージョン2は、胸のプロテクターが黒くなったのが外見上の違いで、カラーリング的に引き締まった印象となっているな。確かにそうね。かっこいいわ。この形態では前形態であるバージョン1の光線技らは全て引き継ぎつつさらに強化され、青い光を得たことでアブルの技も使えるようになったんだ。バージョン1の技に変化とかはあるの？あるぜ。いずれの技も威力が2倍になっているんだ。アブルの技も違ったりするのかしら？アブルの技ならリキデーターとかがそれに当たるな。初使用時のミーモス戦ではアブルと同じ青色の光だったが、
クイーンメザード戦では赤色の光に変わり、また大きさも一回り大きくなっていたぜ。完全に自分の技にしたって感じね。ちなみに、これがアグルから継承した技で敵にとどめを刺した唯一の技だぜ。さらに、フォトンエッジとフォトンクラッシャーを重ね掛けすることで威力を増幅させることも可能だな。二つの力を合わせた感じでいいわね。次に紹介するのはウルトラマンガイアスプリームバージョンだ。ガイアバージョン2が自身とアグルの光の力を最大に解放してバージョンアップした最強の形態だぜ。メインカラーに青が加わっているし、赤や黒部分の面積も増して、それまでのウルトラ戦士と比べるとかなり派手なカラーリングになっているわね。そうだな。他にもわかりやすい特徴として、体格が驚くほどマッチョになっているぜ。ただ、これだけのビルドアップを果たしているにもかかわらず、なぜか身長体重はバージョン2と全く同じなんだ。重さじゃない別の筋肉的なものがついているのかもね。何にせよすごいわよ。まあな。また、ファイティングポーズも平手を突き出していたバージョン1やバージョン2とは異なり、突き出すのは握り拳となっているんだ。実際のところ、強さはどんな感じなの？この形態は、ジェガやダイナのタイプチェンジと異なり何か尖った特殊能力を持っているわけではなく、光線技や身体能力など、基礎的な力が底上げされているんだ。ある意味最も強化形態らしいフォームだけど、正直微妙じゃない？派手さに欠けるっていうか、いやいや、この形態はレベルアップの振れ幅がとてつもなく大きく、その圧倒的なパワーが生み出す純粋な強さが最大の特徴なんだぜ。そんなに強いの？ああ、なんと、初登場以来本編客演すべて含めても、この形態で負けたことは一回たりともなく、ある意味登場そのものが勝利フラグなんだぜ。一回もないの？やばすぎない？だろ？すでに追い詰めた敵へとどめを刺すためだけにこの形態へ変身したこともあるし、苦戦したのは規格外の相手にしてラスボスであるゾブ第二形態のみと、名実ともに最高のガイアと言えるな。これは確かに最強の形態にふさわしいわね。BGM にガイアの力なんてかかろうもんなら勝利は確定したも同然で、ネットでは弾幕で終了のお知らせが流れるのがお約束なんだぜ。恐ろしいわね。そして投げ技を多用することも特徴で、一度の戦闘で敵を何度も投げつける姿からついた別名は投げの鬼スプリームだ。相手の体はボロボロよ。初登場回では相手のミーモスを9回も投げつけていたな。これによってミーモスの中の人は全身打撲になってしまったそうだな。実際に怪我人が出てるじゃない。必殺技のフォトンストリームは体内の光の大部分を使ってしまうため、最後の決め技としてのみ使用される必殺技だが、それがなくとも鬼のように強いな。堅実な強さに惚れ惚れするわね。次に紹介するのはグリッターバージョンだぜ。まだあったの？この形態は大決戦超ウルトラ8兄弟で登場したもので、黒い影帽子へとどめを刺す際にこの姿になったんだ。ふむふむ。劇場版限定の特殊形態って感じね。必殺技は単体ではなく合体必殺技のスペリオルマイスフラッシャーで、物質だけでなく悪意のエネルギーすら破壊してしまうんだ。歴代最強クラスの合体必殺技だわ。次に紹介するのはクロスオーバーフォーメーションだ。劇場版ウルトラマン銀河 S 決戦ウルトラ10勇士で登場した、ジェガからゼロまでの平成ウルトラ戦士8人が金色に変身した姿だな。みんな金色。ちょっと目に悪いわ。この形態では、謎の時空城を必殺光線の一斉射撃で破壊したぜ。特殊能力とかあったりするの？設定上では1回の変身で1度しか使えない必殺技を、この状態で再度使用していることから、この形態には何かしらのブースト効果があると思われるぜ。謎は多いけど、強いのは確かってことね。そして、ガイアの進化はまだ止まらないぜ。まだ強くなるの？ああ。それがウルトラマンガイアスーパースプリームバージョンだぜ。ウルトラヒーローズエキスポ2023サマーフェスティバルで登場した、ウルトラマンガイアの25年越しの新形態だな。これってガイアの純粋な強化形態なの？いや、名称こそウルトラマンガイアであるが、ガイアとアグル、二人のウルトラマンが拳を合わせ、合体することによって誕生する姿なので、スーパーウルトラマンの系譜を継ぐウルトラマンだと思われるぜ。25年越しに合体したと思うと感慨深いわね。ということで、これでウルトラマンガイアの解説を終わるんだぜ。珍しさ満載のウルトラ戦士だったわね。強かったし。そうだな。今後もあっと驚くような形態が出てくるかもしれないぜ。確かにね、楽しみに待ってるわ。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も。
よろしく。ご視聴ありがとうございました。